はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、一応ねこのアカウント2番目のアカウントについては、あ100回いったね、10までクリアして、あ残り元気ドリンクね11個で12はやりたいんですけど、うん、竜道もねゲットしてて、で今回はね、あ4500あるからあれだな、ガシャも最後回そうかな。イベント予告ね来ましたね。うん、これは夏読みかな、夏目かな、妖魔人系ですね。なんかおでこが光ってるので、くくり姫、うん、さまざまな妖怪とウォッチ使いが時空を超えて大集合ということで、なんかウォッチの復刻最後大盤振る舞いしてくれんのかな。サンタ妖怪がクリスマスパーティー開催、目玉企画はミスサンタ妖怪コンテスト、なんか武道会っぽいね、武道会かゲートかわかんないですけど、なんか一つに集中っていうとなんとなく武道会っぽいんで、横取りかな最後は。一応最後くくり姫がいて、サンタクロースがいて、これお松かな、そして夏読みかな。これはあれだね、福龍さんかな。そして邪縁だ、あまり人気のないキャラ邪縁邪縁人気ねえよな。そして文姫ですね、はい、ふぶき姫と文ちゃんの文姫。なるほど、女の子で押していくんだ。まああれなんだろうな、もう、まあ、ぶっちゃけユーザーがおっさんばっかなのかな若い子いないんだろうな、若いよ。はい、ということで次のイベントね、サンタクロースクリスマスイベントですね。夏読みが UZ かな、 夏目ですね。うん、いやしかし福龍さん押されてるね、めちゃめちゃ福龍さん押されてるね。あこのアカウント邪縁、あ持ってた、邪縁人気ねえよな強いのに、という感じですね。まあ今回ね竜太ゲットできたら竜斗さんも行けましたね。竜太も強いね、レベル上げしたいな本当は。だからできたら本当はゲートの方がいいね、ワイポイント稼げるからね。はい、ということで最後やりましょう。これ ZZ 確定かな。いやーこれサバカとかウォッチ全然ないから、ウォッチゲットしやすいといいな。まあそんなこと全然ないんだろうけどね。さあ ZZ は入ってるので、持ってないの怪獣かまいたちなんだよね。でこのアカウントで一番欲しいの怪獣かまいたちなんだよな。プリチーの復刻じゃねえ、なんだっけ、復活スキルね。止まったら怪獣かまいたちだと思うんだよな。あー鬼釜だったか。でも限界突破できたからよしとしよう。あやった、来いよ。おお夏目だった。まあ次回の予告ってことで。おお埋まったね。今回まさかのねサブアカクリアということで、止まれ。あーなかなか怪獣かまいたちは無理でしたということですけどね。はい、まあ良かったんじゃないでしょうか。次回ね、何でしたっけ夏読みイベントということで、クリスマスイベントということでね、あそうそうそう、ウォッチがね復刻するかもしれないのと、まあ、フィニャンサンタとかね、あの辺メダルじゃねえや、フィニャンサンタとか復刻してくれるといいな。これですね、サブアカなんでねほとんど持ってないんですよね。なので楽しみにしておりますね。特に最近の 20% 系、勇ましクロスニョロロンとかね、はい、この前ね清流ウォッチね復刻ありましたけど、うん、まあ、この辺のね E 系の、あこれ持ってるのか、 E 系のね役に立つ系の、はい、ウォッチの復刻お待ちしておりますね。 YSP ウォッチとかでもいいけど、まあさすがにないかな。うん、まあでもいいんじゃないですかね。はい、次は何だろうな本当。
妖怪コンテストって書いてあるから、なんか、なんだろうね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。次回女の子イベントですかね。あ、でも今考えるとプリチーポカポカニョロロン、おお、邪縁がいるから大イベントでもちょっと楽になるかな。プリチーサンタクロシポポカポカだろうからね、プリポカニョロロンオーズイベントって感じですね。はい、ちょっといつもより影が薄いなね。はい、じゃあすいません、次のイベントも楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。最後ね、100回来ましたよね。元気ドリンクもね、3赤で60個ドロップまでいったかな。うん、結構落ちたね。最後将軍やって終わりにしたいと思ってます。行くかな。はい、フィニッシュ。オッケー、ということで竜道かな、初ゲットになりました。俺の力は国に捧げている、名竜王への忠誠を誓うなら手を貸してやらんこともないぞ、ということで名蛇将軍竜道と友達になりました。 ZZZ すげえスカスカだ、ゲット。ほんとフレンドさんのおかげですね。く、見事だ、俺の負けだな。それで聞かせてもらうか、お前たちの称賛とやろう。将軍、この二人が誰だかわかる？白龍と黒龍。まさかそんな。将軍、申し遅れた、私は白龍。そしてこの者は黒龍の生まれ変わりだ。黄龍国の牽制、なんということだ。あだ敵？そしてこの者が黒龍様の生まれ変わりだと。あ、黒龍様なんだね。この気配は確かに黒龍様のもの。白龍様と黒龍、将軍と矛と盾、みんなで力を合わせるんだ。そうすればたとえ相手が黄龍王でもなんとかならないかな。そういうことか、希望が見えてきたな。勘違いするな、話は王を救いしてからだ、ということでね。明竜王は囚われている、そうなんだ。なんか明竜王性格悪そうだったけどな。案ずるな、王とて黄龍王を打つとなれば喜んで手を結ぶだろう、ということでね。はい、龍の漢王系にはどうやって、彼の地は封印されている、まずは封印を解かねば、ということで、まだ最終回じゃなさそうですね。秘境流線橋だということで、封印を解く方法が分かるんだね、ということでね。ああ、かまいたちが抱きついてますね。俺様は黒龍様の親衛隊、黒龍隊の一員。ということでね、ただの泥棒ね、泥棒だったんだけどね。そっか。結構エンディング長えな。はい、ということでね、次は流線橋のようですね。はい、楽しみにしましょう。